プレアートでノベルちゃんと梅ちゃんです。えい、っていうことで、なんか、ヨヘなんか証明したいよね。リスナーさんから、まあ、緑を入れる前に、まあ、いろんな色を入れるじゃん。緑なのに、白入れたり、ゴールド入れたりって最初あったじゃん。何が、最初から緑入れたらどうなるんですか？何が違うんですかっていう比較動画です。おー、はーい、面白い。で、なんかコメントが来たんで、どう違うんですかっていうふうに聞かれたから、じゃあその動画を作っていきたいと思います。じゃあ、とりあえず半分に。でこっちが緑一色。こうなります。でこっちがいろんな色を混ぜた。じゃあちょっとね、昨日みたいにゴール。白で。黄色、うっすら黄色、ネオングリーン、あれ変わんねえ、いや、わからない。さあ、どうなるのか。あれれ、まあ、動画的に見れるかどうかね。こっちがまた普通の一色の緑ね。はい、緑です。はい、ね、でこっちは頑張る緑ね。あ、見せる見せる、本当かよ、本当見せる。見てねえじゃん。え、何やってんの、携帯実験やマジ何やってんの。違いますか。ここまではあれだね。じゃこれがさっきの、オッケー。なんか本当に違うよ。どう、あ、どうだろうね。え、全然、いやでも実は一色だけの方がシンプルで、まあなんか、まあとりあえずこの真ん中ね、ここでね、中で見ると、うん、まあ、これはもっとなんていうの、生きてる、生きてるよね、生きてるって感じがする。でこれはプラッとなんか、まあそうね、シンプルね、シンプルで、シンプルはシンプルでいいね、まあ、うん、綺麗だけどね、うん、普通は綺麗だけどシンプルって、うん、動画だと分かんないかな。いいですか、左と右のやつ。こっちがだから一色、こっちがいろんな色重ねたやつ。うん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 、俺はこっちが好きだからやってるんだけどね。はい、ということで、まだまだまだ、何はい、ということでこんな感じで比較動画になりました。ということで、なんか、ま、ね、こういうことやってほしいなと思ったり。ちょっと待って、何、もう終わろうとしてるよダメだよ、なんでだよ。え、それは炭治郎邪魔よ、服だけだよ。炭治郎入れて、炭治郎入れんの。だって夜も炭治郎が好きでしょ。好きだよ。じゃあってことは炭治郎、はい、きます。はい、オッケー。次に勝てばいい。
ちゃこっちの方がハイライトは大きくて、うわ超かっこいい。いや普通にやべえな。すごい完成しました。どうでしょうか。かっこいいよ炭治郎ちゃん。炭治郎、まあ、ちなみにこれは販売してません。よくなんか販売してって聞かれてるけど、これは販売してないんで。してないです、ね、遊び、あくまで遊び、あくまで遊び。じゃあ、ネロちゃんの部屋に飾るか。イエーイ。じゃあ、みんな作ってほしいね。そでも水の呼吸だから、お風呂の中、お風呂の中じゃん。あー、お風呂の中やったでも、お風呂に飾っといたらどんぐらいでダメになるかとかっていう検証もしたくないえ、これ買ったらどんぐらい持つんですかみたいな。うんうん、基本、俺死ぬまで大丈夫だよ。だと思うんだよ。俺死んでも大丈夫だ。80年だろうが100年だろうが、額に入れた、額に入れればもっと大丈夫だよ。うんうん、そうだよね。そうそう、額に入れればもっと大丈夫だし、結構いいキャンバス。そうそうそう、燃やしたり破いたりしなければどんだけでも。じゃあ、お風呂は大丈夫だったらもう何でも、どこでも大丈夫。そうお風呂で5年持ったらやばくね。やばいよね。無理か、さすがに無理か、お風呂は多分オッケー、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもお願いします。アディオス。アディオス。